ても新年明けましておめでとうございます。今日はもうポカポカ日和で、みんな気持ちよく過ごしてるなと思うんですが、こちらもまた周期曲で岩井節からどうぞ聴いてください。よそうそう、はいはいはい、およえごとちじこよ、よばなおれ、およろとしまじんよ、わかこなよなよさよささ、よあいのさそりよばなおれ、いやさあさあ、ディ。弱いのさそりよばなおれ、心からしがたよ、若くなよなよさよささ、弱いのさそりよばなおれ、踊ってもいいですよ。キヨのほこらしゃやなおにじゃらたりのちぼりおの花のさんさちおちゃたごと、めでたいめでたいそりそりめでたいめでたいめでたい、ちょやそろって踊りはにあしりししやまいちりてさんさあしぼりさ、めでたいめでたいそりそりめでたいめでたいめでたい、かりおしやいちんかりおしどやよまたんかりおしにさんさいちゃりあしば、めでたいめでたいそりそりめでたいめでたいめでたい、よそうそう、はいはい、岩井節、岩井節お届けしました。カリーナ歌からお届けしました。もうちょっと時間が、ね、かかりますから、あと1曲まではあ、かかってない、かかってないけど歌っていいですか。はい、もうですね、サークルさんなんかすごい緊張してですね、よし先生はしっかりしないといけないと思ってるんですけど、僕の方が緊張してしてですね、僕にも拍手をいっぱいください。よろしくお願いします。はい、30分ありますから1曲、もう1曲まで歌わせていただいてですね、正月割れという沖縄には言葉がありますが、正月にいっぱいたくさんもう腹の底から笑うと1年間幸せになるよという言葉があります。ぜひですね、千する節という歌があります。千する節、知らない方のために、沖縄ですね、今日は、琉球舞踊そして沖縄民謡をお届けしますが、琉球舞踊、沖縄を芸能の島だと言われています。まあ、舞踊も豊富ですし、歌も豊富です。もう一個豊富なのが言葉なんですよ。言葉がすごい豊富、ね、小さな島ですから、ね、言語っていうんですか、この一つだと思いがちなんですが、まあ、北部、中部、南部に分けても全然異なってくるんですよね。この一本道だったり一本川を隔てて、もう目の前にね、本当に変わったあざ集落でも
目の前に見えるんだけど言葉が変わってくるっていう不思議な面白い、それもまたなんか魅力な島なんですけども、そういった感じで自分たち島、まあ、島っていうのは、ね、自分の生まれたところにですね愛情を込めて島と言ってます。自分たち生まれたところはこういう喋り方しますよ、イントネーションとか、そうですね、ちょっとコミカルに紹介した音です、ね、いろんないっぱいいろんなおかしい言葉、意味のわからない言葉が出てくるんですけど、隣の方が笑ったら笑ってくださいね、そのぐらいで聞いてもらえたらなと思います。手拍子も一つ、はい、100は、はい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 、まずはですね、ちょっと観光っぽくガイドも行きますが、まずは本部町というところね、美ら海水族館有名ですが、本部町には美瀬という集落があります。こちらもまた面白いですよ、はい、100は、はい、はい、ワンのマリアモトボ、ビシのマリドヤイビシが、ビシの言葉が面白いの、ホマハラヤリピーターハタミアトランタナホノモンヤソガチワシカソンカソンチュノイナゴンワシカチウチキテアイナスライチョアケンカセサノダートメイティフォロチトラファルナイルヨハマダソータロオカサヤセンソロセンソロヨセンソロ。今度はお隣の名護市に行きますね、那覇から高速北上しましたら出口になってますが、巨田インターってあります。巨田っていう集落なんですが、その巨田の城も面白いですよ。ワミのマリア名古屋市が、巨田の言葉が面白いも、いたしばめ刀なな、あけけめしえ耳にピックアチチャボロラいえ、そうたろおかさや、戦争路戦争路よ戦争路、わみのマリアジの座、早期のマリドやいびしが、早期の言葉の後ろもギノザソンソケイというところですね。コーテビコとヒダタケがもう臨時さなみヒージャージルってわかりますか。ヤギ汁、沖縄の人ヤギ汁好きなんですけど、ヤギ汁作ってあるから食べに来てねって言ってます。コーテビコとヒーダーダーギガモリンジサーナミ、全然わからない。ソータロオカサヤセンソロセンソロよセンソロ、ワミノマリアヤキナヤキナの言葉の面白いもん、チチチアギティアコヤナヤメマカイチュガワノナマカラシュリジョンカイチュンドエアンドヤンナイアシンチチクワソータロオカサヤセンソロセンソロヨセンソロ。道端ですね、知り合いのおばさん同士会ってるんですね。あい、あんた今からどこに行くの。私はね、首里城に行くんだよ。あ、そうなの、じゃあ行ってらっしゃいっていう話でしたね。全然面白いですね。ナティチェ、もう一つは、はい、私の友達にですね、大阪人がいます、大阪人がいますが、最近沖縄に引っ越ししてきました。この子の言葉、わみのマリア大阪やしが、わった言葉も面白いも、あんなちょっと聞いて今日な、意味わからへんことあってな、教えてほしいねんけどな、今日八百屋に行ってきてんやんか、八百屋、ほんでごぼうあるやんか、ごぼう顔持ってんねんけど値札がないねんな。店のおばさん呼んでな、おばはんおばはん、これなんぼですかなんぼですか、聞いたらな、あんたよこれね、なんぼって言わないよ、軍棒って言うんだよ。そうたろおかさや、せんそろせんそろよせんそろ、はい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 、ニフェデビタム。